するしない？それでは今回の匠ご覧ください。難易曲開始です。皆さん手配を開けてください。難易曲はキムさん、シャーチャードラガチーワンでございます。はい、今回の手ピンク系のまずまずか。おお、この半チャンで一番いいかもしれないですね。ここから難入ということでね、もう後半戦ですから、うん、どう打っていくかの前になんですけど、ねうん、キムさん、はい、あれメガネ変えました。気づくねー。全然違います。だってメガネ、いやちょっとね、はい、流れが悪いんで。あ、流れ派だったんですか。っていうのは冗談で、あそこまで論理的に喋っておいて、はい、流れ変えに来た気分転換でね。あ、なるほど、はい、実際の対局でもそういうことあるんですか。いや、ないです。匠ならではの、はい、ありがとうございます。ちょっといや本当ね、シャツもそうなんですけど、はい、やっぱりメガネもね、ちょっと2つも持ってきてくださってありがとうございます。使いこなしていこうかなと。はい、はい、いきます。はい、今回はどのように進めていくか、テーマをお願いします。はい、いや本当にね、自敗が1枚しかない、うん、もうこの半チャン一番いいハイパー行きましたね。まっすぐリーチ目指しましょう。はい、はい、ってことは中から、ね、はい、もう数杯でブクブクにして、うんうんうん、リーチは最低限の、あとどんだけ複合するかなと。どういった形で満足するかもこの手は大事になりそうですね。うんうんうん、そうですね、次なんかはね、純ちゃんパイ引いたらほぼほぼいいワン切りになりそうですよね。うん、うん、3ワンダイレクト引きじゃない限りはね。確かに、うん、3ワンリーチにはしたくないですね。はい、もうこういうのでも、はい、もう全然いいワン切りでいいですよね。はい、やはりリーチが打ちたいといったお気持ち強いわけですから、仕掛けていかないわけですね。うん、そうそうそう、空想あたりも。そうそうそう、うわぁ、ちょっとどうしましょう。いきなり場面が変わってきましたよ。材料を与えてくれますね。 Q1 をポン、タンヤオじゃない、はい、しかもこれ2枚目の Q1 ですね。そうですね、まあただ1巡目からね、はい、なかなか泣き人は泣きづらいと思うんで、この2枚に泣きは別にそんなに、あ、に泣きだなみたいなのは思わないです。はい、特に情報とはあんまり思わないです。本一ですね。本一ですね、もう 95% 本一でしょうね。ドラ色の、はい、なので先にね、満足どんどん切っていきたいですね。はい、はい、ただドラが G1 なんで、はい、自分がドラ使うことも考えてパーマンはね、まあんまり早く切りづらいんですけど。はい、なるほど。でまず1個見ものなのが、はい、露骨な本一をしたのはこれ全員分かってることなんで、特に上茶の人が満足をどれぐらい切るのか、うん、これも一つのね参考になるんですよ。そういうのもね見逃さないように。あと薬杯をね切っていくのか、この亀茶の人に、南茶の人にしても旬以外何もまだね、うん、見えてません、ね、おたかぜですね。はい、薬杯を切らない人とかが出てくると、うんうんうん、その人はちょっと控えめなのかなとか。亀茶はもうそもそも地位とかさせる杯、こっちは下茶の人は別に地位させる杯は切れるんですよ、まだ、うんうんうん、地位のケアはしなくていいけど、南茶がですね、南茶がね、うんうん、ただ薬杯を切っていってるとなんちゃも攻めてるっていうのが分かるんで注目ですね、ここ。ああ、ちょっと進めていってますね。言ってた話通りだと、はい、うん、ちょっとやる気あるぞ。やる気ありますね、うん、あ、これはどうです。これは私はすごくやる気あります。はい、じゃあ今、はい、切ります。はい、どうぞポンしてください。されたらすごく嫌です。あら、じゃあ嫌ですね。嫌は嫌です。これで、はい、明確に役と進みとどっちも、はい、うん、見えましたね。はい、これがね15年前だったら、はい、もうねペタペタ降りるんですよみんな、うんうん、でも本当に今の現代麻雀は遠い仕掛けもね多いんで、8割以上は9割脳天って思っていいです、これもまだ、うん、なので切ります。いいです。じゃあかなり次の手出しだったり一手が大事ってことですね。はい、次本一杯自杯かマンズが1枚余るごとに転売率が 2,3 割ずつ上がっていくイメージですね。なるほど、はい、いや注目ですね。これはつもぎりまだまだ大丈夫といった時間が続く、うん、はい、まだ1杯ぐらい余ってもまだほぼ脳天と思っといて、2個余ってからがちょっと
話になるかなと、うん、はい、それは多分かみちゃんなんちゃんも知ってるんで、うん、はい、切っていってますね、はい、さあこれでパーマンを切るか三品を切るかの選択になります。そうですね、はい、やっぱりパーマン切るリスクがちょっと落ちんですよっていうのも、今ロンのリスクなんじゃなくて、はい、パーマン切っちゃうといよいよローワン G1 も切る羽目になるん で、ね、未来のローワン G1 キャッチのリリースがリスクになるんですよ。そのリスクフォローは欲しいんで、じゃあ3品だ、はい、今パーワンが怖いわけじゃなくてパーワン残します。まあ、一応ドラが来た時にあれですよね、ローワンあと3枚かっていうところもありますよね、9番がなくてね、うんうん、でこの今のパーピンは結構泣いた方が得なんですけど、はい、今ねそれしました、はい、元のテーマにはね泣きこれはなかったんですけど、うん、はい、どうです今この状況が変わった場面でも。これは僕の弱いところですね。え、今の弱いところになっちゃう。はい、やっぱりこれはね、あのパーピンは泣いてパーワンを切っても1000点上がりに行く方が圧倒的に得だと思います、曲収支で言えば、うん、でもそれを選びませんでした、キムさん。そうですね、やっぱりパーピンポンの未来がもう1000点マックス1000点、ね、まあ、はい、トイトイもたまになりますけど、打点がアップの未来がかなり減るん で、ね、うん、これパーピンスルーから全然メンタンピンイーペーコーとか、うん、これスルーの後今例えばチーピン持ってきたらもう漫画上がってくださいっていう風に見えるんで、まあね、それも、はい、ちょっとね、打点を見ちゃう、これはね、やっぱり僕の自分、え、でも自分今ラス目ですよ。そう、うん、なんか着方がちょっと膨れるスタイル面白いですね。どうします、とりあえず、まあ、やっぱり G1 引き、ロー1引きは採用したいので、はい、パーマンは切らないです。となるともう消去法で3層になりますね。ですか、スースーはもう完成と。はい、3444という形はね、はい、一面つ1ジャントはできやすいんですけど、今回ジャント候補が山ほどあるん で、 そうですね、一面つ1ジャントできやすい3444はいらないですね、うん、メンツが欲しいです。これパーピンはないのでスワンコはできないですよね。そうね、うん、まあ、チーピン引きなんかは喜んでリーチ、うん、まあ、スーピン引きがリーチするかどうかが難しいぐらいですね、うん、しかし三連敗がね出ないですよね。ハクか、でもハツは泣かれてるからハクだけか。そうですね、あと見えてないのはまだ前向きに。しかしね、でそうやって構想してたんですよ、順目が立つごとに自分の価値がどんどん下がっていくんですよ、相手の価値がどんどん順目が立つごとに上がっていくんで、自分の手の進化が変化がないことには基本的な価値はね下がっていくんですよ、徐々に徐々に。ね、親がね漫才余ってるんですよね。そうなんだよ、それが本当に嫌です。8で当たる可能性どれくらいですかね。まだ低いと思います。まだ低い、はい、全然チーピン引きとかは、あ、これね言ってた、はい、まあ、パーマン切るは切ります、はい、あとはリーチに行くかどうかなんですけど、今回親が8巡目に余ったのが自敗じゃなくてリャンマンだったので、1枚余った本一の中でもちょっと基準高いんですよ。まだ自敗ペイとかが余った程度だったらね、全然脳天率高いんですけど、ドライローですからね。そうそうそう、打ったら1万2000の可能性は高いで、これ今ローンされるとは思ってないんですけど、後ですよね、めくり合いの最中。そう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 、最後まで、ね、フィニッシュまで考えると、これどっちのが得なんですかね、うんうん、これはやっぱりチーピンが見た目で最大残り枚数2枚なんでダマ点にします。で、うん、変化もまだあるし、あ、ピンズ引き、ローソーあんこなどいろいろ変化もあるんで、うん、ダマ点にしてポロリの26でもよしにします。ローンで、はい、はい、リーチしちゃうと脇からのポロリがなくなるんで、あっちでした、あっちだったね、はい、はい、パーワンをポンした、何が出てくるか、3層でした、うん、これだけではちょっと何とも言えないですね、うん、神茶の手が果たして何点なのか。そうですね、はい、まあ、この両ピンはいりませんが、でこっからは毎順リーチ判断になるんですよ。リーチの選択が毎順あるんで、うん、安易にさっきパーワン切りでダマ点を選んだからもずっとダマ点しなさいじゃないんですよ。毎順、毎順
ちゃんとリーチかダマかを考えて、一個まずリーチ寄りに少しなった理由として、パーワンがちょっとなくなったんで、うん、親がウーパーワンターツ残ってた場合にちょっと親の手の価値がねちょっと下がるんですよ。確かにそうだ。なのでめくり合いになってもちょっと自分に分があるなと、さっきまでに比べて。けどやっぱりリーチ打つと、はい、チーピンって別に自分の捨て牌的にいい脇なんで、本来脇がダマ点だったら脇が打ったチーピン止めると残り枚数がもう本当にチーピンの枚数心もとないので、ダマ続行にしておきます。うん、一応まだ見えてない自牌もハクと何ですか。そうですね、まあそれもねありますね。微妙ですけど今掴んだら切ろうかなと思ってます。ロン、さあチーピンが上がれた。はい、倒していいんですね。はい、はい、2600です。太陽に成功。今回はリーチをしないといった判断まで全てお話になって、上がりきりました。初上がり、初上がり、おめでとうございます2600。さあというわけで皆さんの手も見てみきましょう。実際どのような形になっていたんでしょうか。ああ、いいじゃんねん、的確。ドラドラだね。危ない危ない。ハクはあちらでしたね、神茶。そうだね。そして下茶もイーシャンテン、あってのイーシャンテンでした。やっと上がりに結びつきました。なんとか上がれましたね。この結果見るとリーチした方が良かったって思うかもしれないですけど、でもこればっかりはね、ここまでの、うん、思考ですからね。こればっかりはちょっとね、残り2枚の GP がこっちに行くとね、本当に多分大した手じゃない、大した手じゃないなんで、僕はリーチ打つとチーピン止めると思うんで、やっぱりああいう一騎打ちは結構リスク高かったと思うんで、ダマで良かったいいと思います。本当に今回またこうドラの色が違ったり、うん、また真ん中が可能性あったじゃないですか。真ん中が分裂されるような捨て牌になった時また変わります。真ん中が分だったりがいっぱい見えてたり、うんうん、ああいや、それでもやっぱりドラ、自分の手にドラがない以上は相手がほぼほぼ1万2000からスタートになると思うんで、2枚見え感チーピンだとちょっと分が悪い勝負になりがちかなっていうのがあるんで、分断されてもダマ手にしそうです。はい、なかなか素直に簡単にリーチ打てる手は来ないですね。そうだね、はい、見てる側は楽しいです。ありがとうございますここからまだまだ頑張ります、はい、はい。上がりが決まりました。この後どんな展開になっていくんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。